肩をレベル背中に突き刺さるほど身が立ち並みで知らない人が見たら気絶するかもしれない。僕が落ち着いて今日の場所を仕掛えてみそうかと笑うと妻はうつ伏せのまま満足そうにぐるぐると笑ってた。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。明日はどんな死に方しているのか予想すらできない。ある日は頭に矢が刺されたりグングルで銃が耐えたり何個の着ぐるみか死んでた時はどじめようかと思った。後片付けも結構大変で湯が持ち乗りを上がったり矢が刺さったまま晩ご飯作るのは完璧してほしい。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。今日と褒めると調子にもいいからできるだけするで。結婚前は忙しくても彼女に会うだけで楽しかった。徹夜で車でもなく飛ばして海に見たりしたのに、婚直後初めて部下を持ち仕事がとても楽しくなった。家で一人で待つ妻の気持ちを考えていなかった。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしてるのは、あの頃の二人に戻りたいからか僕にはわからない。